レストランの横の道をずっと行くと extranjeros que no conocemos el ofuro 化粧水とかはなさそうだね。これが露天風呂と。 Buenos días。 さあ今から朝食を食べに行きます。そう、藤田屋の朝食がめっちゃ有名ですよね。日本食の朝食のビュッフェが食べられるここの藤田屋です。もう行くしかないでしょ。いやー、毎日来たいけどね。このさ、昨日撮影した最上階に住んでる人とか、お金払えば毎朝ご飯食べられるらしいよ。いいなー。っていうか、納豆を食べに来たと言っても過言ではないんですよ。だって今のレートだと、50ペソだから、3個のパックで、日本だと79円で買えるのが350円とか400円するんですよ。それをね、こう毎食食べたいけど食べられないね。でも今回は、いや、いっぱい食べるわけじゃないけど、いろんなね、日本の食材食べていきたいと思います。楽しみー。Go。 はい、では藤田屋の朝食ビュッフェですね、ちょっと紹介していきたいと思います。季節によってまた日替わりでメニューが変わるそうなので、あくまでも参考までにご覧ください。まずはこのゾーンはメキシコ人用かなと。和食もあるし洋食もあるって感じでしたね。このマグロの煮付けがすごい美味しかったです。そしてやっぱパンケーキとか、コロッケとかもありましたね。そして味噌汁でスープカレー、このカレー美味しかったな。メキシコ人用にカルドでカマロンですね、ありました。そしてメキシコ風のチャーハンと白いご飯、そしてこの漬物が美味しかった。日替わりでなんか種類が変わるそうなので、毎日違った漬物が食べられて本当に幸せでした。そして納豆ですよ。納豆は、実は土日は常時置いてあるらしいんですけども、平日は在庫がないと置かないそうなので、納豆狙いのお客様は土日に来てください、確実にありますということでした。そして左側にそばかそうめん、そしてデザートコーナー、コーヒーゼリーとちょっと忘れちゃったんですけど和風のデザートもあって、そして洋風のデザートもありました。要はメキシカンのデザートですね。そしてフルーツと、まあ、シリアルパンって感じですね。で、お寿司があって、まあ、卵系があって、そしてこれですよ、温泉卵。このね、半熟卵が食べられることが幸せ。で、ここがおかず系ですね。煮物とかが多かったかな。で、生野菜ですよ。厨房見た通り、しっかり消毒してるので、安心して食べられるサラダだなと思いました。で、飲み物は日替わりらしいんですけど、ジュース系と牛乳ですね。そして面白かったのが麦茶ですね。麦茶がありました。麦茶とコーヒーという感じで、メニューは日によって変わると思うんですけども、参考になったら嬉しいです。めっちゃ美味しそうなんだけど、とりあえず全部乗せてみた。そば、私漬物好きだから漬物全部。めっちゃ美味しそう。いただきます。はい、温泉卵久々に食べます。ちなみにスクランブルエッグとか卵焼きは店員に言えばなんか裏のキッチンで作ってくれるそうです。お、七味と醤油がしっかりあります。これか、5円、めっちゃ可愛い店。これが日本の居酒屋5円って言って、私の住んでるレオンにも1号店があるんですけど、2号店はケレタロウです。おー、あ、メニュー見てみよう。高級感がある。日本人のシェフがやってるそうです。鉄板焼きとか美味しそう。1000円ぐらい、もっとするか。おー、ラーメンとかも売ってる。おー、シェフがやっぱ日本人なんだ。5円、ケレタロでメインシェフをされている小堀さんに来ていただきました。それをメキシコ人の厨房の方に教えるときに、まな板の衛生管理だったり、そこが大変そう。大変です。小堀さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか今からマグロの解体ショーを小堀さんがやられそうなので、ちょっと撮影していきたいと思います。では行きましょう。ちょっと厨房を撮影していいそうなので、髪の毛全部入れます。よし、完成。いつもやるね。この前もやったな。厨房はこんな感じです。みんな大変なのね。コイさんが頑張って教えている現場ですよ。あ、これが噂の、どうなってるんですかこれ。そうですね、これが2つあって、1つが
石鹸。普通の石鹸。洗剤です。普通のいわゆる 食器用洗剤。はい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 。でもう一つが消毒液で、これは食材用。食材用とあと石鹸で洗った後に消毒液を皿をつけたり。ここは石鹸用で。石鹸で洗って消毒。消毒用。ああ。でここで熱で菌をやっつけるみたいな。食材はここで洗って。そうです。食材はこんな感じで。こんな感じです。これを抜き打ち検査をされると。なるほどなるほど。いやどこのレストランもこの3つがありますね。うん、お家でもちゃんとやった方がいいかもよ。はい、ミランさんという、ご縁の、マネージャーさんに来ていただきました。彼はレージェントパークの時代、2020年このホテルができた時からいらっしゃるそうで、モチャブースター。モチャブースター、はじめまして。めっちゃかわいい。いらっしゃいませ。ご縁、フジタヤホテル。なんかまさかのセルビア人らしい、面白い。で、奥さんがメキシコ人。イエー。おー、なごみが一番掘りごたつで日本っぽいらしいです。何人も入る、なんだ、4×5 で20人入るんだ。へー、日本っぽい。みやびの部屋は手前にソファーがあって奥に、おお、会食部屋ですね。ここ閉められるから子供たちと仕切りができるからいいですよって。へえ。もう一個の部屋、桜です。この部屋はこんな感じでソファーがあって一個の部屋になってるんですけど、一番面白かったのが、カラオケシステムカラオケシステムがあって、ここでみんなでカラオケみんなでするそうですよ。時間制限なしで、スイッチでゲームもできるらしい。で、キッチンとかもあるから、コーヒー飲みながらミーティングとかもやる企業があるそうです。こんな感じですね。 Just watch your step, please. OK。 うわ、なんか入っちゃう。本当にいいの？お邪魔します。お酒欲しい。だっす。初めて見た。寿司ザンマイしか見たことない。美味しそう。てかかぶりつきたいわ。かけらでもいいから欲しいわ。結構力いるよねあれ。痛い。おー、いくらぐらいするんだろう。メガオトロ。あ、ここ。うわ、美味しそう。これでいくらぐらいするんだろう。上の方なんだね。なんかすごいな、あれ食べたい。こういう断面になってんだ。大トロ、中トロ、赤身。ありがとうございます。ハモみたいな。こういう切り方で食べたことない。こういうこの1匹で普通に寿司にしたら何人前ぐらい作る？寿司にしたら多分200人前とか。200人。わー、すごい。これでマグロ丼食べたらめちゃめちゃ美味しい。いや、もう絶対美味しいですよ。間違いない。マグロ丼ってやってるんですか？マグロ丼やってます。やってる。ちょっと高いけど2000円ぐらい。どうせ2000円は全然いいと思う。はい、では今から日本食レストランのご縁に行ってきます。今回は藤田屋に2泊してるんですけど、2日目の今日はベルナルに行ってね、プエブロマジコプロジェクトのところ、あそこに行って、岩ですよ、岩登ってきて帰ってきたんで、めっちゃ足パンパンで、今お風呂入って大浴場行ってからのご縁に行きます。なので私は焼酎でも飲もうかしら。行ってきましょう。焼酎があるので飲みます。一杯1100円です。高いね。でも私たちはこのエクスペリアで予約したので 20% オフの券をもらえるんですよ。ご縁の 20% オフ大きいよ。高いからご縁。あ、これがまさにメヒコ演出なのかも。そしてこれ美味しそうなんだけど、他
かるかな。めっちゃちっちゃいよ。高級だな。これでいくらだっけ。これで3000円ぐらいですね。一切れ500円ぐらいですね。昨日切ってたやつ。いただきます。全然新鮮なんだけど、冷凍のマグロと全く違う。だって昨日解体したばっかりだもん。最高だな。あ、ここのお刺身は本当に新鮮で美味しい。あー、もっと食べたい。メキシコ人風にこうバーって甘いソースかかってんのかなと思ったら全然日本風でした。シェフの努力ですね。ラーメンが来たんですけども、レオンで食べるラーメンと違うのが、まず器がめっちゃ熱い。そして今スープを飲んだらスープもちゃんと熱い。湯気がちゃんと出る。味はどうでしょうか。絶対美味しいでしょ。チャーシューが美味しそうだもん。日本だ、美味しい。そして麺、基本的に本当にシェフが言った通り日本の味に合わせてる。すごいね。だから皆さんキレタロに来るんだね。いいな、キレタロ住みたい。これ毎週とか毎月来れば別に日本食恋しくないかもしれない。お金出せばね、高いけど。いいな。まな板はしっかり綺麗に保つ。はいはいはい。まあ、ゼロから教えるのはすごく大変。